勝てで、ない無っ駄ていう発試合言もと典か、型例だよ。誹謗中傷、暴言、ただはい、のお願いし嵐だわ。ます。なんつチャット無使用能は早2く周もし目か2から。枚揃ったんだろう。勝あてないとよ、は、あれ。ほんと、まあひそうどでいレすベルね。だったの、さっきいのつも通りですね。まあ、配損は、霊あれ能ですね。潜伏するやつがいるのよ。まあ、説を聞く。わけわかんねえこと事例言っとて。か、もう完全に発言何でき言ってないんだとろう、説こいをつ事だ例とと思うか。わけよ。そこら辺ですかね。じゃあ始めましょう。一種も騎士で俺に入れてんの。一号が入れてるんだろ。まあ、それも。人外が入れるほど俺白いに決まってんだろ、どう考えても。お願いします。何考えてんだろう。ご黒って7番出したのに7番鶴村あんだよ。何考えてんだろうって思ってる、もう。役職をお選びください。なんていうゲームしてんだろうと思ってる。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あれね、7と8を釣れる村ってね、勝てないよ。あなたの役職は、うん、強信者。あ、悪い。あれね、客観的に見て7と8釣る村ってのは、夜が更けました。人狼センスが著しくない。狼探せるわけないだろうってレベル。ああいう試合で7と8を釣らない村の方が強いよ。うん。なら真でしょ。どう考えても。1の投票、5黒。あれで真を追えないんだったらやばいでしょ。あれで真を追えないっていうことは、よっぽどわけわかんない発言精査だけでっていうことでやってるってことだよ。よっぽどもう意味不明な。発言精査っていうのは、いや、ダメだっていう。発言精査じゃなくて結果を出してるのが7番だって。一番は黒い結果を出してる。昨夜は誰も死にませんでした。見てもわかんじゃん、あんなもん。入ります。8番のプレイヤーが発言します。あれがわかんないってことがね、まあ、しょうがないよね。勝てないと思うよ。あんな村。ほんと。あ、すいません。聞こえますか？あ、お願いします。6噛まれ、2噛まれで、それでもまあ、9番がいいで、まあ、そうですね。まあ、特に最初なんで、まあ、言うこともあんまりないかなと思うんですけど、まあ、まあ、後半の位置、まあ、特にまあ、まあ、言うのであれば、4番さん以降ぐらいからは、まあ、今の時点での釣り位置っていうのをしっかり言ってほしいかなというふうには思っています。で、まあ、そこも当然理由をつけて、まあ、で、まあ、白いところと、まあ、釣りたいところっていうのを挙げてもらえたらと思います。まあ、あんまり雑な殴り、まあ、その、何でもいいから、まあ、とりあえず要素を落とすっていうのを、まあ、重視する人もいると思いますけど、個人的にはちょっとそれで黒く見えちゃったりすることもあるので、まあ、まあ、あんまり雑な殴りはしなくていいかなっていうふうに思ってますぐらいかな。8番が白で、まあ、あって強靭なんだよ。黒狙いで6いけない村がマジで弱い。はい、よろしくお願いします。そもそも霊能で出ないんだから、ロンガイで。ラピット陣営特に必要はありません。8番さんに対しては、まあ、なんか6、8で6いかない村なんて弱いに決まってんだろ。まあ、8はもう黒ないだろ。まあ、どういうこと言ってんだ、俺は。まあ、進行論とかあんまり言ってないですし、そんな村だから勝てないんだよ、狼探せないんだよ。あの釣りひどいんだよ、もう。っていう話なんですけど。点数の問題のレベルの話なんだけど。特に色落ちはありません。こんな村勝てないんだよ。まあ、ちょっと2人の進行論もあれなんですけど、ね、例の2人とか、まあ、1、2番目とか、あんなも見ても、7も新決め打てれない村。っていうのがあるんですけど、8は釣るわ、7は釣るわ。そうですね、みんな女子校ロックをしない方がいいかなとは思ってまして、ね、で特に役職の人とかが女子校ロックしてて、その発言自体もあの水誘導になってしまうので、8番は白の要素を出してるのに、それを拾えない。あの前の人の精査をしてもらって、その精査を聞いて、あのロジック合ってるかどうかで判断します。だから弱い村ってこと。のプレイヤーが発言します。無理よ、無理よ、あれは。信用ないですね。あなんでまあ、8番、9番に関しては色落ちはしてないと思ってるんですけど、まあ、なんとなく8番はあんまりなんか人狼とか人外を引いたなんかプレッシャーみたいななさそうだなって直感では思いましたけどね。白い柄って言って白いとすらないものなんて弱いに決まった。9番に関しては言ってることが俺の中で結構散らかってるなっていうイメージですね。なんか何が言いたいかもうちょっとまとめた方が伝わるんじゃないかなってなんとなく思ったかなぐらいですけど。芸能で出ないって言ったら、まあ、嵐取り野球と同じだからな、はい、本当によ。思ったことただ言った。何のために出ないで噛まれてるに関しては。色は落ちてないと思ってますね。はい。白要素、黒要素はなかったですね。あとはなんか言うことあるかな。まあ、多分2周目は結構ちゃんとした考察ができると思うんで、まあ普通にひっくり返ると思いますけどね。8番のなんとなく村、まあ狼人外引いてないんじゃないかなっていうのを結構ひっくり返るとは思いますけど。2番のプレイヤーが発言します。素晴らしい。もう僕1番さんは、まあ2周目聞くけど、ね、現状1番が印象良くて、6は1番結構村っぽいなと思いました。6は出ないという前提であれば、
6と8って8って多分白だな、まあ、客観的に見ても。スリーチャーゲのやつらはやばいだろ。言ってる中でも8番、9番の発言をちゃんと聞いてるっていうのを、一番さんはちゃんと自分の言葉で、6はローがあるんだ、ちゃんと聞いた上で説明できてたから、一番さんはちゃんとね、探す力もあるし。だから6に行けない村っていうのが弱いんだよ。まあ、なおかつ、8番、8番の、そういうなんか変な怖いの政策とか、あと9番さん散らかってんな、みたいな。いや、人狼センスがある人はローの方の可能性の方に行くので、8番は白しかないんだから、6に行く。それが正しいんだよ。でも1番はどんどんやっていくな。そして2周目も、それをやっていけば必ずローガンが連鎖をします。という発言。もう1番さん僕に正しい、正しい。人狼殺の釣り方だから。まあ、って感じで、1番はまあ現状、釣りたくない位置なんで、まあ8番、9番、2周目だと思ってるんですけど、僕は1番の印象がめちゃくちゃ良かったと思ってます。いや、ブロックするほどではない。ブロックするほどではないから、今回の試合は腹立っただけだから、ブロックすれば別にどうそんな気ではないから。はい、お願いします。今日はちょっとやりたくないけど。そこまでは思わなかったっていうのが、明日以降は別にやっていいんで。感想というか、今日さすがに直近があれだったんでやらないけどね。一番さんに対する。今日はちょっとやりたくない。なんか個人的には、あんなプレイばっかりされたら、なんていうか、印象はいいけど、自己中心的なプレイばっかりされる人とやっても勝てないから。勝てるわけないじゃん。僕がレイノル出ればいいじゃん、あんなもん。だから俺がレイノル釣り押すわけねえだろ。8番のその村要素みたいなのは。6レイノル出てて6番釣り押したら俺も釣り押されていいけど。レイノルは出ないから、しゃあなく6番釣り押してる。違和感のある精査をしてる。そしたら6番レイノルですよ。何考えてんだろうと思うわ、まず。だから、そこで出話で全部持ち上げてる2番さんっていうのは、まあ確かに、精査をなんていうか、こう、なんで、活性化っていうんですかね。まあするって観点で言うと、いや、忘れないよ、俺は。さすがに、教授ながらこれはさすがに言わせてもらえよ。番なので現状一番気になってるのは、まあ、村だったら黙ってるけど、教授ながら俺はもうさすがに。精査をした2番かなと思ってますね。まず、霊能が出ないと。村して何を考えてて、6と8で、その8の方を釣ってんだって話で。のプレイヤーが発言します。だから、狼見つけらんないの。はい、占い白だろうが何だろうが6行くの。だって6の方がローがあるから。白お願い8の方は白しかないから。と、霊能どうなんだ ?7、8だったら7はもう極論ってるのか。1枚のそこを打ってるとものすごい楽しみがある。初日出てもらえればもう7と8を釣ってる時点で勝てない。ね、できればまあ、センス的な問題の話だ。強制ではないです、もちろん、自身のメリットがあると思うように動いてくれればいいです。無意に出しにするようなタイプではないので。別にね、潜伏して負けたから、ブロックするレベルじゃないからね。と、センサーにおいては、そこまで思ってるわけじゃないからね。ただ、あれでね、反省会でね、反省がないって何なんだろう。1番の発言自体は引っかかっていく、2番がわざわざそれもあるし、そういうことをして、2番が狼霊能が出なかったことで負けたんだろう、ゲーム。霊能が出て、霊能が出てたら、俺は6番なんか釣り押さないでしょ。8番に対して、村予想取ってるんだれば、全くのグレーじゃなく、少なくはず色落ちっていうところ出してる。話聞いてないから無理だよ、ちょっと。全く色落ちないってなってまへんかなと。3番が2番に突っかかっているところは、2番の審査がない。のプレイヤーが発言します。全然わかんないな。4番占いなんだって。はい、おはようございます。村人陣営。使用あります。占い師、ランダム2種類、2種類把握をお願いいたします。4番さん、今のところ強かローかわからへんけど、ローの場合、囲いが、この盤面、占い師出てないとこで7種類作ってることから、囲いあるんじゃないかな。今日の場合やったら、なんかやるから、やるにはやるから。感じやから、4番さんまだ強ローが分かっていないってところ、ね。で、まあ、7番さんの発言聞いて、決めるけど。でね、3番さんが、僕の仕事の2番さんに、触れてたけど、ね、もしね、4ローで、4、3ローの場合、3番さんっていうのは狼やったら、村人分かってるから、2番さんにそこの突っ込み入れるとことはないのかなって思ってるから、今のところ4ロー軸で置くと3番さんっていうのはいいのかなって思ってる。で、1番さんの視点で、ね、8は、まあまあまあ、フィーリングで、どうやれば俺が6番釣り押すわけねえだろ。9番さん何言ってるのか分かんないけど、俺はやってんだったかなっていう感じかな。まあ2周目、場面勝手は毎試合講座と回します。6番のプレイヤーが発言します。はい。4番の占い席がちょっと分からなかったので、後で誰が教えてくれればね。そうですね。占い席が分かんないという前提で、さすがに、まあ分かんない前提ね。8、9、1、4が7白かな、多分。まあいいや。とりあえず、5が2しろかな、という前提で。8913は2周目ですね。自分からすると。まだ色落ちがないっていう感じですね。自分からすると。45もね、ちょっとね、わかんないっす。うまいっていう。うん。隙を見せてくれないなって感じですね。8913も、狼だったらね、自然オンパレードしてほしいなと思ってますね。くらいね、特にね、黒いなっていうのをね、見せてくれないからね、うまいなって感じがしますね。うん、本当にね、片白に陣がいればいいけどね、基本は白で置いてね、もよらない結果次第でね、考えたいんでグレーをね、今日はついたいなと思ってますね。以上です。
7番のプレイヤーが発言します。はい、7番です。お願いいたします。特に仕方はございませんってところで、4番さんの占い先は私ですってところですね、6番さん。そうっすね。まあ、今日の釣りに関しては3、6のどっちかから攻めていきたいかなとは思っている感じですかね。って感じですね。はい。なんか6番さんに関しても、今ちょっとなんかおかしなこと言っていて、6番さんって4番さんの占い先把握漏れを起こしている。かつ、4番、5番に関しての精査を加えていた人物なんですけど、あなたって4番さんの占い先把握漏れを起こしてて全然4番の話を聞いてない人物だと思っているんで、なんか4、そこに6番が4番の精査を加えるのが違和感だなとは思っていたし、グレーから釣りたいっていう発言があった点で、もしかして俺が占い師で出てくる可能性っていうのはなかったのかなと思ったかな、率直に6番に関してはってところっすね。はい。まあ、3番さんに関して言えば、本当はまあ2番さん、形を選べば2番、3番って普通思ったんだ。8番のプレイヤーが発言します。はい、霊能者です。まあそうですね。まあ今日、騎士。あ、6番さん騎士か。それありがたいですね。これは結構、いや、いいんじゃないかなと。まあ、4、5の心理。まあ、5の方が若干偽かなと思ったんだけど。あ、俺？うん、5の方が若干偽だと思っていて。まあ、っていうのは5が、できない教師4ロジックで3は白いって言ったけど、別になんか4番さん最後、どっちかというと3をかばうような発言をしてたと思う。4、3はあり得ると思う。なん単純になんか3が2に殴っていたことから白いみたいな、なんか、それが4ロジックで白い要素乗るのが分かんなかったから。まあ、だから、占いに関しては5の方が若干偽かなと思うけど、結構7の6に対する指摘は良かったと思うから、結構、騎士は結構7が、なるほど。そっか、結構6番さんが釣りたいかなと思うけど、まあ、まあ、グレーの僕から別に指定ってことはしないんで、まあ、グレーランって感じかな。で、グレーの中だと、まあ、気になる位置で、まあ、その6以外で強いてあげるとすると、3番さんかな。3番さんが、なんか1番さんが、なんだっけ、そのなんか結論がおかしいって言って、なんか最初に印象が良いって言った上で、印象がいいのはわかるけどって言った上で、でもなんか1の結論がおかしかったから、結構叩き気味だったのが、結局どっちなんだって、なんかちょっとなんかわかんなかったから、結構3番さんはあるかなと思っている。6、3あたりはちょっとあります。以上。9番。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。あれ、8番さん、霊能さん、霊能師ですよね。で、6番さん、スラって、7番さん、騎士確定ですよね。で、8番さんってね、3、6、ランってことで提示でいいんですかね。そうですね。ちょっと正直、4、5、真意つかないですね。で、まあ、一番さん、私はもう初週の、まあなんかもう話してるまとまってない、まあ確かにまとまってないなって自分も感じました。もうそうですね、もうなんか、進行論的なものもあんまりなくて、普通にみんな発言を聞いて決めるタイプなんで、だからもう全然まとまってないっていう感じではもうおっしゃる通りだと思います。それに対して、まあね、一番さんをしていただいて、それが二番さんはまあそういう話を分かる、まあ五番さんも一番多分分かるっていうのはあるんですけど、まあ心象は良くないですけど、まあ、別に言ってることは真っ当なんで、まあいいかなっていうところもあるんで、まあ現状、そうですね、グレイ136ですよね。ただ、まあ、一番は、まあ、心象悪いんですけど、しっかりと、考察とかも落としてますし、ちゃんと、そうですね、もう村だったらすごく強いなと思ってまして、釣り位置ではないので、36ですね。もう、2番、1番ですね。2番は1番に、片白なんで3、6だと、まあ、2番は1番にちゃんと、そういった意見が同じく、3番は対1、2は完全対立なので、まあ、でも3、6よりは6ですね。1番のプレイヤーが発言します。占い師に関してはちょっとまだわかんないかなと思っていて、で、グレーで話をしていくならば、俺は3番そんなに怪しいとは思っていなくて、3番のその2番に対するわざとらしさの感じ取り方っていうのは、俺も感じたから、まあその2番の見方っていうのは俺は3番は良かったかなと思ってるんですよね。
で、6番っていうのおかしいと思う。あ、そう、でもね、そうそう、誰か言ってた。4号の時に、その、4号で比べた時に5番がおかしいっていう指摘。8番が言ってたのか。それは俺もすごい思ったんだよね。その3番への村置きの仕方、3、4ローローがないから、3番が村になるっていう、その5番のロジックがすげえおかしいなとは思ってた。それはすごい思ったかな。で、まあ6番のそのスラの理由とかその辺をちゃんと精査した上で、まあ基本的には6番行きたいなって思ってるけど、3と9だったら9番の方が気になるかな。というか、ちょっと9番に黒打たれたら多分9番が村だった時多分俺かばいきれないと思う。普通に釣ってしまうかなって思うかな。ちょっと色が落ちないだろうなって思ってしまってるから、6番が明確にスラした理由だったりとか、発言内容がしっかりしているんであれば、9番からっていうのもありかなと思ってるかな。っていう感じで今を見てますね。グレーの中だったら3番が一番信用できるかなって思ってます。はい。ってところかな。まあ2番は、まあ一応片手だから発言聞いてるって感じかな。2番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ僕の信頼している1番さんが、3番さんが信頼できるということで、これはね、僕はもう3番さんも今日は釣りたくないですね。ってなってくると、6番が9番になってくるんですけど、グレーから行くってなってきたの。6番のその騎士の意味、そのスラの意味、何がしたかったのかっていうのを説明願いたいですね。まあそれでめちゃくちゃ良かったら、まあ9に行こうかなと思ってるんですけど、まあ現状6かなと。いや、9やな、でも。ごめん、やっぱ9行くわ。だって6がさ、俺初日って黒落としちゃうわけであって、9番のそのなんか3、6で精査した時に6行きたいっていうのが、まあそうなんですよ。まあ6、さみんな6行きたいと思うけど、いや6ってね、人狼っぽくないなと思って、まあこういう精査、あ、まあいや、届かへんくなるからか、ナワドの道。人狼っぽくないなっつったら、届かへんくなるから、まあ6釣るか今日。しゃあねえわ。6釣りの9占いとかでいいんじゃないの。なんか俺が言うのもあれかもしれんけど。うん、それで終わんじゃね。占い一郎、九一郎、六狂人。もうこれで終わんじゃないの。いや、だって俺目線ってさ、めちゃくちゃ信頼してる1番さんがほぼ村で、その1番さんが信頼してる3番さんってことやから、俺目線っていうのは、まあ、九六に人外プラス、例の、占いに人外。これで3人外。はい、1、3僕信用してるんで、はい。って感じっすかね。まあ今日は、どうする？黒見つけに行くなら9だけど、占い値的に6つってもいいよ。3番のプレイヤーが発言します。さすがにわざとらしいと思うんですけどね、村ではないと思ってますけど、96であれば9番さんかなとは思ってますね。完全に便乗してるようにしか見えないし、いや正直あそこの時点での1番さんは外せなかったと思うんですよね。まだ2周目聞いてるならまだわかるんですけど、9番さんかなと思ってますね。で、占い信玄に関しては、まあ、やはり議論になっている5番さんが、まあ、これ15秒ぐらいもかけなくていいんですけど、まあ、俺が議論になったその理由をちょっと簡単にもう一回説明してほしいですね。全く理解ができなかった。相手の気持ちがわかるから。もう一回だけ説明してほしい。俺はもう、ちょっと、俺の発言の仕事を。今日は騎士使う。あそこで4さんがなくなる理由を説明してほしいかなと。1、2番目だるいから。結構大事な話なので。まあ、釣られでもいいけど。で、まあ、9番さんがおかしいと思ったのは、うん、まあ、いろんなのを意をした方がいいけど、なんかこう、一応外す視点とか、人外だったらいいんだけど、で、なんか村で潜伏とかして、さっきみたいに潜伏して、最後もなんか付け加えられて、噛まれてしまうっていうのは、もう、お話にならないから。まあ、正直これ、奈良間さんの発言は、騎士が守る先困るだろうし、いや、そ, そもそも出なきゃダメだ。出なきゃダメで、セオリーを守らないで噛まれているのは、もう、それは先般でしょ。まあ、そこにちょっと便乗してるようにしか思えなかったんで、それをして、反省会で、一番さんが人狼だったら、やっぱりみんなに謝るみたいな気持ちがないんだったらやらないでほしいんだよ。多分一番さんに勝てる人っていなくなるんですよね。うん、まあ俺の方もだからややなかもしれないけど、まあいろいろやってもいいんだけど、今日はシンプルに動いてる。うん、二番さんが接続切れなので、このまま戻らなかったら、二番さんに任せたっていう。投票ができない村は明日、うん、RPP になるので。村釣れればいいんだけど、ちょっと俺もちょっとあんまり話聞いてないから、9番釣りをして9番村だったらいいな。プレイヤーが発言します。わかんない。話聞いてないけど。まあ、俺釣りだと思うけど。いや、便乗っていうような話をするんであれば、俺からしたら3番のその主張も便乗に聞こえるけどね。
3番視点で1番が少し白く見える理由と、2番も相変わらずその1番が信用できる、その1番が信頼しているで3番を白く見える。その論が全くわからんけど、友達は友達論みたいな感じ。全くわからんかったけど、初めて聞いたのないんですよ。強いな、その信仰。なんか変やなって感じはするけどね。ただ2番のその苦労としたいなっていう気持ちだけは良かったかなって感じでした。俺も今日ね6人目なわけだから霊能で出て精査して3位置ランテージした方が良かっただろう。もう強靭確定で俺がなんで霊能と分かってたら3位置に上げるわけないんだから。普通に記者を言い出したかった他の村の精査も濁ってわけわかんなくなって村を釣るっていう、1,9,3,5としてこういう行動になるから正義通りやれっていう話で白がついた確定で村が落ちたっていうことを進めて、で7,1の精査もできない村なんだぞ。でそもそも8と6がいて、6が霊能で出てない時点で、8を何だと思ってつってんの。狼狙いですってんだぜ。やばいだろ。もういや、5番狼で相方で、いや、それはさすがにないね。なんか3番がね、あの試合に関して怒ってるだけだから。だって霊能で全部そこまでみんな村を奪われてんだから。それは、全般レベルの問題じゃないからね。ただ、この人たちは表を書いたくないような関係ないから言わないし、別に、結構参加あるもんね、あの A 級ブロックではないので、あの試合に関してのことを腹立ってるだけだから、また次試合があれば試合しますよ。のプレイヤーが発言します。ただ、ああいうプレイはしてほしくないけど。はい、2周目お願いいたします。うん、まず4さんがないというのは4等軸で置くと、うん、3番さんというのは、今日はちょっと嫌だなと思うだけだから。3番さんローの時で、4番さんが裏返してるっていうのを分かってるんですよ。矢野に3番さんっていうのは、もう、俺からしたら2番さんは白確定ない。村も6と8がいて、ランテージしてる8番釣りをしてる村ってやばいだろ。盤面見えてる。マジで勝つ気ないだろ。触れ方じゃないと思ったから白ばっかり潰す村。負けるに決まってんだろ。8、6だったら6例の抜けてない前提なら6いかなきゃならないの。義務だ、義務。5番、1番さんっていうのは、4さんの理由が分からないっていうことで、触れてたんでしょ。5番さんがちょっと怪しいな。だからもう8つる人たちがいる時点で勝てないんだよ。白っていう方いて、6は例の出ない前提だったら6いかなきゃダメなんだって。やったら俺の考察っていうのは、別におかしくないわけでしょ。やなのに5番さんの方が怪しいっていうのは、6は結果つって例のでもいいんだよ。で、4番さん目線、3番さん気になるって、黒を落としたいって感じ。俺は強人占いたくないから、絶対に強人占いたくないから、6か9落としたいかな。6番さんのそのスラの理由も分からんし、9番さんっていうのは初週から、もうなんか役職はどうこうのみたいに言ってて、もうすむら明かしてたやん、9番さん。やから6か9釣りたい。絶対6か9は占いたくないから、俺は1か3占いたいから、6か9絶対6、9の欄でいいんじゃない。8番さんは6、3言ってたけど、6、9の欄でいいんじゃない。って俺思うけど、4番線目線、3番先になる。3番さんで黒落ちたらいいけど、自分で占ってくるよって言ってないのかなっていう感じかな。一番目線作らなきゃダメだよ、例の。雑やけどね。全プレイヤーに言うよ、俺。以上です。6番のプレイヤーが発言します。そうですね。そうですね。ああ、回してね、守られようかなと思いましたよ。または私かもあれでもね、ただの村なんで、うん。狂人でも狼でもないんでね。村ですよ、私。いいですよ、9番行って。僕は村なんで。うん。強人でもないんで。1番ロー臭い9番に行けますよ、私。全然。平気ですよ。うん。ローでもないんでね。うん。ローだったらね、スラで、そのままに座ってればいいからね。で、4、5釣り寄せばいいからね。強人 ?9 番釣り寄せるよ。だって私、強人じゃないんで、全然。ただの村なんで。行きましょうよ、9番。うん、いいですよ、僕は。アーマーをしようと思ったけどね。で、買われてもね、私なんて役に立たないんですから。皆さんの方が上手いですからね。私の方が役に立たないことは分かってますからね。でね、真の騎士をね、生かそうという思い気してました。噛まれても、まあ、よし、ということで。なのでね、私はね、9番でいいですよ。全然私ね、王でも今日でもないんで9番行きますよ。うん。ということでしたね。あ、まあ、でもね、これで居座ってると私が村なのに居座ってたらただの利益なんでね。さすがにね、須村はね、余計なお気をしちゃダメだから、ここすらをしないとダメなんですね。私が陣内なら居座るんですね。これは当たり前のプレイです。そうしちゃうとね、村が濁るんですね。7-6が騎士で出てて、たら、ね、大変でしょ?うん。っていうだけの話です。私はね、9番行きますよ。うん。強人でも狼でもありませんからね。9番行きますよ。うん。行きましょう、皆さん。私は平気ですから。以上です。はい。7番のプレイヤーが発言します。
はい、お願いしますってところで、そうっすね。まあ、釣り池に関して言えば、まあ、足場ちゃんとしては6番さんかなとは思っているんすけど。だったとき6番さん目線、じゃあ4番、5番とかの打ち分けに関して精査すべきかなとは思っていたし、強靭じゃないって主張するんだって、じゃあ他の強靭位置に関しては指摘するとか、そういうことを言ってもよかったんじゃないかなと思っていますが、はい。まあ、6番ムーブからして、まあ、狼はないのかなと普通に思っています。村人、まあ、しようとした村人か、強靭でしかないかなと思っています。もし今日6番さん釣られた場合、悪いけど8番さん守らなくてもいいかなと思っているかな。うん。だった時って俺4番さん守ってもいいのかなと思っています。まあ、4番、5番に関してまだわかんないけど、4番って占い先、俺って少々日。だった時って4番神抜かれた時って翌日結構不利だなと思っているんで、4番、守ろうかなって現状思っていますって感じですね。はい、以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのか。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。俺でいいんだよ、うん、ぶっちゃけ言うと9番の話も6人聞いてないし、4、5の方も精査もできてないから、これで4番のシーン取った狼だったらいいだけで、投票が終了しました。負けるだけだからね。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。村ですね。遺言を発表してください。うん、まあ特に特段白しか出ないから、まあ七番さんの好きな守りでいいんじゃないですか。占い守りでも、私別に神話じゃないんでね、無理くり8番守るなんて言いませんよ。七番さんがね4号で、まあ、信じてる方を守るでいいんじゃないですか。白しか出ないんでね。いやー困りましたね。でもね、あそこで降りなきゃダメなんですね。うん、降りることが大事。降りなかったらただのリア強なんでね。私、通報レベルですよ。私は村ですから。村の行動は、ね、紛らわしい行動を取らない。7番が出てきたら降りる。これが村ですよ。以上です。はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。だからさ、霊能が出てこないと無理だから。あの試合を見ればわかるでしょ。霊能が出ないせいで、生産が濁って村が釣られるっていう展開になっただけの話で。霊能が出てればよかったのに、単純に。夜が明けました。だからやっちゃいけないってこと。だから皆さんも、変な、誰も死にませんでした。ムーブは取らないようにしないとダメだってことね。発言ターンに入ります。8番。うん。のプレイヤーが発言します。負けるから。はい、まあ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 、占い先は割と納得はいくかなっていう感じなんだけど、っていうか個人的になんか9はない気がしていて、ってなんか8声ありがとうございます。まあ9はないかなと思っていて、でまあ4号進路過程で置いた場合に、どっちも結構9を釣り押す動きをしていたから9がないかなと思って、あんまり9に、入れた人は、なんかあんまり9にはなんか入れないでほしかったかなって感じはした。のでちょっとそういう意味で3番さんが怪しいかなっていうところはある。占いに関しては結構2周目の、なんか1周目は4が死んだと思っていて、2周目もその5の、なんか、その5の発言っていうのはなんかわかんなかったけど、その3、4がない理由っていうのはなんか4が、何、盤面が見えてるからみたいな、なんか、それはよくわかんなかったけど、なんか5は結構死んっぽいなと思った。なんとなく。なんだろう、その4の方が、なんか3番さんがヘイトを買いたくないみたいな発言をしたり、なんか結構よくは分かんなかったかな。なんかその3番さんって結構ヘイトを買う発言をしていたと思うし、なんか本当に6を釣りたくないのも、よく分かんなかったしね。4目線で。強靭っぽかったら俺は、落としときたいんじゃないのと思ったから。という目線で結構4、6かなとも思って6入れたんだけど、まあそうじゃなかったっていうんで、まあ結構グレーだと3が怪しくなってくるから、ここで囲いに行った4、3もあるのかなとは現状ちょっと思ってます。まあ、占いの発言聞いて決めます。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。まあ、正直、初日絶対つられてるかなと思ったんですけど、この6番の
そうですね、どうしても人外しか聞こえない発言で助けられたとかなと思ってて、まあ、現状ちょっと5番は私白なんですけど、ただ、正直、2-5 で見てますね。で、まずちょっと昨日、まあ、6番って、昨日2番さんが6番ってなんかもう村っぽいなっていうのは、昨日の段階で、最後の発言の段階で、あ、ちょっとそれ分かるなと思ったんですけど、ただ最後の発言とかはもう自分の弁明しかしてなくて、Q 作ってくださいよ、そう、私白しか出ないんで、で、私は村だから、キュッてください、村つけてくださいっていう風になっちゃうんで、なんかもうそういうのは考えないのかなと思って、かつ白しか出ないからっていう、いや、強人だったら白しか出ないっていうのはあるんで、だからもう、占い進路なんかなと思って、6番強人で、まあ、占い進路で、で、そうとなると、昨日2番さん、ね、昨日6番さんも最後の発言を聞いてて、私投票するぐらいは、あれですよね、2番さんぐらいですよね。逆に5番さんはもうしっかりしてて、そうですね、私に入れたのが2番、3、2、6ですね。まあ、3番も入れたんだよな。うん。ただ、2番さん、1番さんへの、なんか、崇拝っていうのは、まあ、おかしすぎてて、まあ、現状やっぱり2、5に見えて。1番のプレイヤーが発言します。2-5 に見えるか。2番のわざとらしさは、狼というよりは狂人っぽいけどね。どっちかっていうとね。って俺は思ってるから、ちょっと考えが合わんね。5番が、俺にその3番が白の動向で、3番を村っぽく見てるんだったら、その、何、俺のロジックは悪くないだろみたいな理論を展開してるんだけど、過程が全然違いすぎて、なんかその殴りって何なんっていう風に結構シンプルに思ってるから、5番っておかしいんじゃねって結構思ってるかな。まあ一応俺に白出してんだよね。まあ多分5番が狼だった時っていうのは多分俺に黒出したいだろうなって思ったから、まあそこもちょっと考慮すると、やっぱちょっと難しいなって思うところがあるってぐらいかな。そんなとこなんですけど、その、ちょっと5番のロジックが俺の中で今んところ理解できてないっていうのが、一つあるかな。あと9番気になるっちゃ気になる。あれ？ちょっと待って、9番にしろって出てないよね。そうね。って思っちゃってるんだよな。でも、じゃあ9番が村っぽく見えるかちょっとわかんないっていうのがあって。難しいっすね。って感じですね。まあ、発言聞いて4か5に今日は投票する。はい。2番のプレイヤーが発言します。まあ、9号ローロー6票とかじゃないんかなと思うけどね。絶対9人ないと思うよ。9や2号追ってるよ、ね、るよな。まあいいねんけど別に。まず昨日、まず俺は6のこと村だと思ってあって言って9番、2番さん確かにちょっと思ったとか言ってるけど、俺言ってないから一言も。6強で9ローだと思ってるから、初日黒落としに行くんだったら9番からって言ってるからちゃんと。いや9番なんてもう精査してないと思ってるから、もうなんか本当に当たり障りのないような、平等買わないようなって発言しか聞こえないから、絶対9占いでしかなかったよ、今後。いやーねー、はい、なんで僕今日5行って足9行きますね、はい、って感じですかね。まあ僕が5行くって言ってるんで2-5ラインないっしょで2-4ラインもないっしょ、もちろん5が4に2にしろなんで、だから僕角村なんですよ。5に行くって言ってる時点でわかるかな。まあこれで俺が投票4とかに行ってたらね、2-5ったらいいけど、俺は絶対5にしか行かないから、ほぼほぼね。まあ知らんけど、もしかしたら変わるかもしれん。4番が2-5や2-5やとか言ってきたらさすがに4に行くけどね、まあ、わかんないっすけど。絶対、いや、俺今日なんなら9から冷たいまであるんですけどね。なんで、8番さん9を村に置く視点がわかんなく、9を村だと思って9投票してる人臭いとか言ってますけど、9がどこが村に見えるんですか、逆に。問いたい。まあいいや。まあ僕は9から落としたいぐらいですけど、まあそんなことしても、まあ結局占い審議しないといけないんで。まあ僕は今日5に行きますね。はい。いや、9占ってほしかったのにな。3番
のプレイヤーが発言します。あ、そうですね、2番さん急に真っ当になったなと思っていて、まあなんかあんまり8番さんにケチをつけてもこの村活性化しないんですけど、いやー勘弁してくださいって感じですね、正直。いやー、どう考えても9番さんが人外にしか見えないんですけどね。そのまあ昨日の、まあ多分釣り押されてみないと多分その視点ってのはわからないと思って、まあ正直役確定してる人ってのはまあ別に余裕で自分が釣られてることはないから、なんか第三者目線でなんかのんきに見てるのかもしれないんですけど、なんかあの盤面でめちゃくちゃ6、7、8のヘイトが俺に溜まってる中で、あんまり理由なく釣り押された身にもなってみたら、どうしても9番が人外に見えますよっていうグレーの当事者意識を、まあ、考えてほしいかなと思ってますね、正直。なんかそれでも俺がなんか黒いとかムカつくって言われたら、まあそれはしょうがないんですけど、俺はそう見えてるし、そう感じてるってことは言っておきたいかなと思ってますね。で、いや、どうしてもその、まあ、5番さんのやってることがどうしてもちょっと論理的に理解できず、まあ4番さんの昨日の俺釣りも押してもおかしいんですけど、ただ4がローだった場合、7に白が出てる段階で相方が、例えば5目線っていうのは、3か9に基本的にはなるはずなんですけど、表を捨ててるんですよね。だからありえないっていうことにはなるかなと思っていて、どうしても5番さんの俺の白置き竜が2回聞いてもわからなかったのと、あと1番が、これは1番さんがおっしゃってたんですけど、その結論は確かに1号で見てた視点は一緒なんですけど、まさにその理由付けとかが全く違ったので、結論一緒だから、シーンで見ないのおかしいだろうって叩きは普通に謎の殴り返しにしか見えなかったってぐらいですかね。というところで現状かなり5が偽だと思ってますっていうところで、大きめじゃないんでしょうか、これ。4番のプレイヤーが発言します。5、9ね、2の言うことわかるんだ。やっぱ3おかしいよ、多分強靭じゃない3が。6が変なことしたらなんか学びとか、まあ、6強なら来いと思うけど、それやったら3ちゃんとしてって思うけどね、来るね、考察を。いらんよ、2番の表なんて。これ2号やと思うけど、なんか強靭ムーブしてる狼なんじゃないかって思うけどね。2番の考察を観点で、5番の2数を決め打ってくれるのはありがたいけど、5番を行って9番に行くっていうのがまずおかしいから、この時点において。4番新進行で、で、この状況下、騎士生存やから、5番釣り、7番は4号へで、昨日8号やから8が抜かれる可能性が高いって状況下で、ね、4の占い先はまだ1個残るんやと。にもかかわらず、9に行くっていうどういう論なの？そこがまず村目線じゃないと思ってるけど、2番は。で、2番が強靭じゃなくて狼になるんから行くと、2番が強靭だった場合って、ああいう変なムーブしてる6番って絶対的に狼っぽく見えず強靭に見える。ただ、2番自身が強靭であれば6番で多分村ない。だったら、あの状況って9なんかに釣り押しして9投票より6投票するから、だから2番手狼かなって俺思ってるから。で、2番が初日から1周目から1番が白いって言ったら、もうやっぱ2番が占い仕様をしようとして1白打とうとしたところに対して、5番が俺がそれを見抜いて2番が占い仕様して打つ指摘入れたから、ケアで5番が2番に白打って止めたかなっていう考察、俺の中では2号本線で打ってるよ、2番の票はいらない。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2番さん聞きました？俺2番さん強靭は持ってるけど、2番さん聞きました？4番さんは2番さんの票いらないって言ったから、2番さん4番さん行きましょうよ。2番さん目線なんで2、2日目ね、なんで急に4号の精査で5番さんが黒くなったんかっていう、明確な発言もなかったよね。今のところ4、3、ロー、2強で見てますかね。はい。1番さん、教授はないかなって思ってます。で、4級やったときに、4番さんっていうのは明らか3番さんを切りに行ってるんです。最初、3番さん目線で、2番さんの触れ方的に4、3、ローはないって言ったけど、それがよくわからないって言われてるけど、もう。あ、ごめんなさい。これは終わってみないと、分からへんと思うけど、もしね、俺の目線で4、3、ローの2強の場合、俺釣ったら PP で負けちゃうよとだけ言っておくね。はい。4番さんは、2番さんの票いらないんやって、2番さん、4番さんいけるんじゃない？やったら。で、4番さんは2、5、ローで、3強で見てるんでしょ。俺は4、3、ロー、2強で見てるよ。って感じかな。2番さん視点で、なんで急に 4号の精査ついたんかなって思ってて、その理由も明確じゃなかったところが2番さんの強靭要素かなって思ってるかな。2番さん、1番さんを、1番さんの言うこと聞いていきますって言ったけど、2番さんと1番さん票もちゃうしね。はい。2、3、4、結託しすぎでしょって思ったかな。はい。
今日4番さん言ってくださいね。あと234霊能者様の言うこと聞きましょう。以上です。7番のプレイヤーが発言します。そうっすね、4号進路課税した時って5番って相方軸っていうのはちょっとマジで見にくいかなとは思っているんですけど、うん、2番が5番行くっていう発言からしてライン切りっても捉えるって捉えられるんだけど、ね、うん、でもちょっとそれでもやっぱ2号でちょっと見えないんですよね。うん、進路だった時って4番の方がローメってのはあるかなとは思っているかな。うん、で、かつ8番紙でしょ？うん。俺がやっぱちょっと気になってるんすよね、率直に。ちょっとなんか言語化できないんですけど、なんかモヤモヤが残るって感じですね。で、かつ4番ローで置いた時って、うん、やっぱ9番が必然的におかしいかなと思っているんだよね。9番に関してもなんか2個しか追っていなかったりとか、なんか4、9は普通にあるんじゃねえのかなと思っていますが、はい。でも5番さんに関してはそこになんか9番除外して、うん、3番本線で追っているのがちょっと気がかりかなと思って、あれ3番強陣で追ってんだっけ ?5 番って。あ、2番だっけ ?2 番巨人で打って、3、4で打ってんのか。ちょっとその視点もちょっと分かんなかったかなって思っています。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番、5番の遺言を発表してください。いやー、PP 宣言ない。PP 宣言ない。ですよね。43の2強やんね。はい。43の2強やんね。あー。だから言ったやん。4番さんの2号ローの3強って視点が落ちたわけですか。758。村、9番さん説得すべきやった。9番さんって、触れへんかったから、9番さん村でしょ。触れへんかったからあかんかったんかな。ちょっとごめんなさいって感じやけど、もう2、3、4の票は俺に入る。っていうことを見越して投票してほしかったかな。はい。で、1番さんの視点わからないっていうのも、まあ、それは申し訳ない。はい。それは申し訳ない。けど、そこの1番さんの、触れ方に乗っかって、2、3、4と、釣りをしてきてるわけです。はい。申し訳ない。申し訳ない。PB です。申し訳ない。ね。うん。きついな。きついな。ごめんなさいね。もう、それはマジで言います。ごめんなさい。とだけ言っておきます。7番さん、8番さんは信じてくれてありがとうございます。はい。俺との相方、どこに繋がるんって感じ。5に見えへんかったら、5、9しかないよね。あ、5、1もあるんか。5、1もあるんか。5、9しかないよね。っていう視点を落としてほしかった。9番さん、村。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。そうですね。PP ですかね、234。それしかないんだよな。
と5番昨日の発言めっちゃしんぽかったもんな。えっすら嘘でしょ。え本当にまだ希望ある？6番本当に強靭？大丈夫？え、じゃあ3、4じゃん。え、マジでマジで。え、2番、マジで。え、じゃあ4番投票、3、4じゃん。そっか。え、本当？いや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 、ないでしょ、2番。絶対強靭でしょ。んでしょうね。いやー、まあそうだね。私も、何にそいつ。私ね、2番、陣外しか見えなかったから、5に、あれだよね。2戦に置いてるんですけど、ただ最後に5が、まあ3、4、ロー、ローの2強がありっていうのは、まあ別になくはないですけど、ただ6はもう、あんまり陣外すぎてて、強靭は6しか考えられなかったから、だから、そうですね。しかも、2、3に強靭がいるんだったら、まあね、6は強靭じゃないから、6に投票するでしょ。別に9じゃなくても。あ、まあ、そうか。9でも投票するのか、陣外だったから。まあ、そうですね。すいません。じゃあ、2、3、4ですね。僕、4番投票すべきだったね。決戦投票になって。1番のプレイヤーが発言します。2番のプレイヤーが発言します。はい、まあちょっと暇だったんで、強靭にしようとかしてみて、ゲロってくれるかなとか思ったけど、まあ、クソめんどくさいんでやめます。スムラなんで、まあ、9つりますね。あの9番目線で 4って3白2白なんすよね。え、待って、初日、あ、だから7白3白2白だから、4目線って9が人狼確定してるわけじゃないのに、なんで9番は4が偽確定みたいな話し方してるんかな。4、9、黒とか打ったら、いや、やっぱ5進だったよなとか言うんだ分かるんですけど、4って2進だから、別に後目線4進で1ローっていうのも全然あるのに、1号ローロ4進っていう視点があるのに、なんで9番はそんなに4を、ね、偽で折って、僕が村だったらまだあるぞみたいな、なんか あたかも、ね、4が絶対に偽みたいな感じの発言9番さんされてたんですけど、なんでその視点に追いつくのかなって、少なからずあなた昨日5言ってるんだから、4進決め打って、あ、旅線、じゃあ1行きますってなるのが普通だと思うんですけど。なんで、5の遺言って、まあ確かに、まあ進歩になるとは思いますけど、そんな、いや絶対5進やろってなるとは思わないんだね。9視点4が2世になるのかなっていうのが、本当によくわかんないんで、まあ9号ローロなんじゃないですか。やっぱ9初日釣るべきでしたよ。あとなんか僕メタ入るかもしれないですけど、僕6番さんと同村したことあるんですけど、6番さんあんな感じなんですよ、いつも。だから釣りたくなかったんですよね、正直。絶対こいつは人狼なんやろうなと思って、ついたくなかったんですよね、6番さん。ああいう感じの人なんで、まあいいんですけど、9いきますね、僕は。はい、もう9打ったんで、どの道、9いって終わんなかったら1いきます。まあ、3、4、ローローなら、9いった時点で、あ、そうか、7神が発生して、負けか。まあ、祈ってます。僕は9に行きます。3番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。決め打ち盤面なので、今日9以外の選択肢はないですね。まあ、9番さんのおかしい要素は、2番さんが今おっしゃった通りのところかな、というふうには思ってますね。あとは、まあ、初日の6に便乗した3の釣りをし、まあ、これは、もう、7番さんとか8番さんとは一生分かり合えないと思ってるんですけど、少なくともこのゲームにおいては、まあ、釣られてみれば分かりますよっていう、その気持ちはっていうかですかね。役には絶対分からないです、それは。ということだけ言っておきます。釣られる可能性がない役には、その気持ちは分からないですっていうぐらいですかね。で、まあ、そうですね。5番さんは結局、だから、あれだけ4、3がないということを説明していたのに、
9のローとかっていうのが解消されて4、3ローになるっていうのがおかしいっていうのは、まあ、まさにそれは7番さんのおっしゃる通りで、それが明確な5の偽要素かなと思って。あの盤面で、どっちか、9、3のどっちかの表を回収しないと勝てないんですよ。だから、どっちか一方に偏った考察をしないと、両方の黒を追ってしまうと、両方の黒が来るからっていう、それだけですね。はい、急に入れます。4番のプレイヤーが発言します。取っちゃおうね。二加三。まあ一、まあ一級釣った方に強人がいれば最悪セーフか。六あんまね、強人落ちてる気がせんのよ。俺強人やった場合、六が強人の場合って、騎士を炙り出す以上に、霊能ローラーの方が多分、確実に村一匹持っていけるから、騎士より多分霊能に普通に上がってくるんじゃないかなと思ってるから、騎士炙り出すだけってめちゃめちゃ弱いからね、強人でやるんだから。6だと村やと思うから、これ1級外して2、3に強人いたら負けなんだよね。2番はでも強人っぽくない。3はね、強めがめちゃめちゃあるから。まあでもね、単体でいくと9のが黒い今日、1の発言がないのがちょっとずるいなって感じはするけど、狼だったらね。どっちやろう。そう、そこなんよね。9番はなんで俺が偽になるの？急に。に白が出て、で、俺目線でまだ1か9か分からへんのよ。にもかかわらず、急に5の新世界で4が偽の、考察で2が強人かどうかによってまだいけるかどうかみたいな、そういう先生になっていうのが鼻からおかしいかなって感じはするんやけど。どっちやろうな。急な声で1発言ないのかな、マジできついわ。7番のプレイヤーが発言します。まあ1番さんがもう寝落ちしている以上今日9番じゃないですかねと思っているけど、まあ昨日5番さんつって決め打ってはいるんでって感じで、5番ローで置いてやっぱ微妙かなと思っているんですけどね。だって7、8から、7、8しか東京、行ってないじゃないですか、4番さんに。だった時って、マジで5番ローでライン切ってきたっていう風になってくるんだけどね。ちょっとやっぱ号泣っては見えないなと思っているんですけど。まあ4番シーンで5番強人だった時っていうのは成立するけど。だった時って、まあ、占い心境だった時って4番。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、9番の遺言を発表してください。はい、今はちょっと4番を信で祈るしかないですよね。あの5番あれ信じゃなかったんだね。わかんないわかんない。今でも2、今日の3、4、9。そうそうそう、1番ローならね、あの3番まだね、全然ありなんですけど、ね、4番占って1番ローだったら、まあ3番は強人だとしてもありなんだよね。いや、それに乗るしかないよ。正直、強人すらって。いや、正直だって5番の発言を聞いてたら、もう3、4ローの2強しか見えなくなっちゃってんだよね。1番白を消して。しかも見えないですよ。だって2番強人使用してるから、そういうね、したりしなかったりっていうのは、まあちょっと考察落とせって言われても、もう普通に落とせないじゃん。もう諦めてんだもん。そうそうそう。もう私はもうね、強人でも何でもないから、普通のスムラだから逆に。で、2番さん、6番を同村したとか、いや、同村してても、ああいうのを、それこそ、ね、リア強なんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、そっか。まあ、とりあえず、4番、シンであることを祈って、で、1番、ローであることを祈る。で、3番は強人でも、ご主張、
様でした。まあ、2番巨人は3、2、3巨人いるんだったらご愁傷様でした。まあ、3番ローだったら明日3番つって終わりって感じですしね。よろしく。夜が更けました。人狼に気をつけてください。が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。6強陣や普通に。だから普通に6強陣じゃないかよ。だから6番の発言聞いて。